のサインは、まさか。ミル姉様、スールのちぎりを、拒否されたのでは？は、まさか、あの戦いこそが、ミル姉様なりのスール宣言だったのですね。わかりましたわ、ミル姉様。二人で力を合わせて、闇村のボスを討伐いたしましょう。いざ。どっちがホストかわかるまえ。このネタを思いついてしまったがゆえに、一回わざと死んだぞ。デビルガンダム第一形態みたいな姿しやがって、呪術で発火とか使って、ゴッドフィンガー、とかやりたかったけど、貴様には炎がつかないからな。泣く泣く結果したぜ。代わりに私とミル姉様の、関原グラブ天狂剣でも食らえ。二人のこの手が、真っ赤に燃える。うおぉ、やべぇ、燃えているのは、私の方でした。いつの間にか、さすがイタキで、炎ダメージがほとんどバリアフリー状態だ。すっごい熱いよ。バカね、こっちは本体だ。まんまと騙されやがったな。早く向こうへ行け。よし、このままそのまま、変な動きするんじゃないぞ。こっちとら頭以外は丸裸なんでな。一撃でもまともな攻撃を食らうと、命に関わるんだ。ひとまず距離を取って、あっち、リアルだったらやけどじゃ済まないぞ。あちらこちらに、土砂物まき散らしてんじゃねえ。それを片付ける、駅員さんのあっち、ダメだ。この辺一帯はデンジャラスゾーンだ。すげえ、ミル姉様、燃えながら戦ってる。温泉、または水泉がないのかしら。あ、危なすぎて近寄れねえ。でも、グランスールの月に駆けつけるのが、月スールの役目。ミル姉様、とりあえず、そのスーサイダルなプレイスタイルをなんとかしてください。で、しまった、囲まれた。どうやらそのようだな、スーパーデーモンタイム、発しますよー。うおー、耐えたー。危ねえ、ノーガードだったら即死だ。なにー、まさかの2発目。この距離で当たんのかよ。やばいぞ。姉様が壁跳ねにあっている。残念な AI を積んでるせいか、半ばバーサーカー状態らしい。何？その不思議判定、土砂物積んでなかったと思うんですけど。汚いぞ、いろんな意味で。あ、チャーンス、すっごい滑るよ。秋山、今のは聞いたぜ。姉様の霊圧が、消えた。さようなら。ミル姉様、で、干渉に浸ってる場合じゃねえ。影分身が破れた今、ヤッコさんの視線独り占めだ。来るぞ、すぐ来るぞ、絶対来るぞ、ほら来たぞ、うおおきけえ、お願いだから離れてください。私たち、一旦距離を置いた方がいいと思うの。お互いのためにも。やめて、近寄らないで。あなたとの関係は、とっくに終わっているのよ。っていうか、早く終わらせたいです。この戦闘を。あと少しなのに、やっぱり、私一人では、役にかなわないというの。悔しい、一体、どうすれば。ミル姉様。私に、力を。これは、ミル姉様の幻影。いける、いけるわ、これで、とどめよ。うおダークソール。ミル姉様。死してなお、私を守ろうと。最後まで、出来の悪い妹で、本当にごめんなさい。
あなたへの、感謝の思いは、言葉ではとても表現しきれない。だから、私、鳴らします、ミル姉様に届くよう、心を込めて、私なりのレクイエム、どうか、受け取ってください。私はいません。眠ってなんかいません。線の風に、線の風になって、あの大きな他がために、金は鳴る。去りゆく者にはできず、残された者のみができること。それは、前へと進むこと。歩みを進めたその先に、一体何が待ち受けているのか。今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。これ撮るの忘れてました。